B1 グランプリで優勝した甲府鳥もつ煮のスナック菓子が来月から全国で発売されることになりました。その味は、こちらが発売されるスナック菓子、 B1 グランプリ甲府鳥もつ煮味コーンスナックです。これは甲府鳥もつ煮を全国に広めた皆様の縁を取り持つ隊と、茨城県にある大手菓子メーカーのジャパンフリトレーが去年10月から協力しながら商品開発を進めてきたもので、来月からタイアップ商品として販売されることが決まりました。鶏もつ煮自体が醤油と砂糖をベースにしているあの料理ですので、それをまあ煮詰めた甘辛くて濃厚なそういった味を再現していただけるように、まあ、あのその辺はこだわってまいりました。はい、こちらが2月から全国で発売される甲府鶏もつ煮のスナック菓子なんですが、早速いただいてみます。甘辛い醤油だれの味がしっかりついていて、ま、食感はもちろん甲府鶏もつ煮とは違うんですけれども、サクサクとしていて、なんとなく甲府鶏もつ煮をイメージさせてくれる味です。スナックなので食べやすいので結構癖になりますね。パッケージには甲府鶏もつ煮ののぼり旗やマスコットキャラクターの鶏もっちゃんと円丸くんなどがデザインされているほか、裏面には甲府鶏もつ煮の紹介が書かれています。鶏もつ隊の公認商品は、これまで県内限定で販売されていたレトルト商品がありましたが、全国のスーパーやコンビニなどで販売されるのは今回が初めてです。このスナック菓子は1袋 60g の125円で、1袋につき1円が鶏もつ隊の活動支援費に充てられることになっています。B1 グランプリ通じて甲府鶏もつ煮有名にはなりましたけれども、まだ中には知らない方もたくさんいらっしゃると思うんです。全国のスーパーやコンビニなどでこういったものが発売されるということで、より多くの方に甲府というものを知っていただきたい。このスナック菓子は来月14日からまずは3ヶ月間限定で販売されます。スタジオにあるんですけれども、はい、もう封を開けた時からその甘辛いあのタレのね、こう香りがすごいしてくるんですよね。まあ、鈴木さんもすでに召し上がったということなんですが、はい、うん、いかがですか？あのね、甘辛くてやっぱり、うん、味がしっかりついてるから美味しいですね。そうですよね、うん、一味の辛さはないのでお子様でもどんどん食べられますし、まず全国でこれでもこれもつの風味やっぱしてきます後から、ね。そうですよね、なかなかいいですね、うん、これを手にした人が、はい、あ、本物食べてみたいと思ってどんどん甲府に、ね、来てくれるといいですよね。まあ、全国で発売されますからね、はい、そういう期待がまた膨らみますよね。はい、次です。サッカー J1 に挑むヴァンフォーレ甲府に期待の新人が入団しました。山梨学院大学附属高校のストライカー、壁ミラン選手です。